どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはパタゴニアでございます。いやかっこいいですね、色味がいいですね。古着で、古いパタゴニアなんですが、お客様からお伺いしたところですね、97年製というようなことでございます。でもね、まだまだ着用していただけるような状態だと思いますので、シミ汚れ匂いゼロにできるような着る前洗いさせていただこうと思います。タグ見るとね、なんて書いてあるんだろうね、これなんか調べるとわかるんだよね。いろいろこう意味があって、書いてあることだと思うんですが、何年製だよとか、ちょっと僕はわかんないな。一応こんな風なことがドライクリーニングしないでくださいとか、まあ、書いてありますね。パタゴニア製品はほぼほぼドライクリーニング しないでくださいなんですよね。ナイロン 100%、 表地も裏地もナイロン 100%、 中綿がポリエステルというようなことで、書いてあります。まあ、昨日に引き続き中綿が化学繊維の、まあ、インサレーションジャケットというようなことなんですが、まあ、パタゴニアの場合はですね、インサレーションジャケットとか中綿ジャケットなんていうような言い方じゃなくて、モデル名で、言うことが多いんじゃないかなと。襟はめちゃくちゃ汚れてます。目で見てわかる色の段差だけじゃなくて、触ってももう背中のところとは明らかに触った感じが違います。背中サラサラなんですが、首元フードの端の部分なんか汚れてるところは本当にゴワゴワというか、ベタベタというか、非常に手触りが悪い、非常に汚れてる状態。首周り、顔周り、フルジップにした時に顎が当たる部分なんかはですね、表地も裏地もブルーのところも紫のところも両方ともね、汚れがたくさんついている状態ですね。これ汚れだけじゃなくて、自然な感じのエイジングとしての変態色、色あせ、色の変化というのもですね、全体にあるんですよ。あの腕のところのドレープのところにもあったし、まあ、全体に袖のところにもあったしね。こういうね、ドット状のちょっとなんか濃く見える油染みみたいな、濡れたみたいな、シミがですね、もう随所にあります。ここにもここにもここにもというようにカウントすると、小さいシミなんですがたくさんありますね。あとは襟があれだけ汚れるということは、袖もかなり汚れています。でも袖もね、色が少しちょっとこう色あせてきてるところはあるかなというふうに思います。ほら、ここにも黒いシミがありますね。まあそれはそうですよ、古着ですから。もう製造からかなりの年数が経過していて、いつ誰がどんな風に着ていたかなんてのは分かんないですからね。こういう風にこう腕に着た時にドレープができるというか、シワができる、そのシワに沿ってですね、色が若干こう変わってきている、まあ、ジーンズのヒゲみたいなもんなんですが、でもそんな全然大丈夫ですよ。自然な感じのエイジングで不自然な感じないですから。穴開いてる、穴、これ熱で溶けたのかな、一箇所穴が開いてますね。まあ、気になる人はパタゴニアで正規でお直しもしてくれるんじゃないかなというふうに思います。いいですよね、お直ししてくれるって。パタゴニアとモンベルぐらいしか分かんないですね、お直しでもね。してくれるっていいですし、まあ正規でお直ししてくれなくても、お直し屋さんに頼めばね、直してくれるところは結構あるんじゃないかなというふうに思います。ポケットの中、ポケットの中も目で見えるところは見えますけど、見えないところはこうやって手で触ってね、何かこう違和感がないかなというふうに確認をさせていただいております。まあ、何か入ってるっていうのはすぐ分かりますけど、でも何も入ってなくても、なんかポケットの中にもシミ汚れあるのかなっていうふうなものを触って分かったりするのでね。あとはファスナーの可動とか、あとは持ち手のパーツとか、そういったところもチェックさせていただいて、そのお預かりの状態、ビフォーの状態をしっかり確認させていただきました。中綿、化学繊維が入ってるんですが、ダマになったり偏ったりもしてなくて、均一な状態で入ってますね。フードの、調整するパーツ、ちょっと他のなんか今まで見たことないようなのがついてたな、今。はい、仕上がりがこちらでございます。綺麗になりました。結論から先に言いますと、シミ汚れ匂いゼロ、もう目で見ても綺麗だし、触っても非常に手触りが良くなりましたね。完璧でございますよ。やっぱりね、全体的に色あせというか、自然な感じで色味が変わっているところがあるんですよ、あるんです。でも先ほどもビフォーの時も言いましたが、別に不自然な感じじゃないしね、着用に問題があるような状態じゃないし、とにかくシミ汚れに関しては全部綺麗になったなというふうに思います。いいですね、いい色味ですね、かっこいいですね。やっぱり
ラスパーカーはね、やっぱり機能性を重視すれば今のモデルの方がいいんでしょうけど、ファッション性を重視するんだったらやっぱり古いものの方がね、シルエット的にも本当にかっこいいんじゃないかなというふうに思ったりいたします。いいですね、綺麗ですね、綺麗です。もっとニヤニヤしちゃいますね。メンテナンス性がねいいんですよ。だから汚れがひどければひどいほど洗浄力を重視して作業をしなければならないんですが、でもそれがねしにくいものとしやすいものがありまして、ダスパーカーに関して言えばしやすいですね。昨日投稿した化学繊維のインサレーションジャケットのところでもちょっと言ったんですけども、中綿がダウンと違ってですね、化学繊維は一度ダマになったり偏ったり、触ってポコポコしてきてね、均一に綿が揃ってなかったりするとね、もう元に戻らないというようなことがあるんですが、パタゴニアに関して言えばそういうことが一例もないですね。その辺はやっぱさすがのクオリティなのかなと思います。一番ね汚れてるなと思っていた襟周りがねめちゃくちゃ綺麗になりました。もう触るとサラサラです。もう背中のサラサラと首のサラサラが同じ状態になりました。綺麗になりましたよ。これはね着ていただくのに気持ちいいと思いますよ。首周りも顔周りもですね、フードの端の部分も全部綺麗になって、目で見てもわかるしね、触っても分かっていただけるんじゃないかなと思います。同じようなもの買ったとか、同じような持ってるよとか、あ綺麗にしたいんだし、着る前洗いしたいんだとかね、ぜひぜひご相談してみてください。ぜひね、LINE でご相談いただくのが一番いいかなと、一番簡単かなと思います。なんかね、LINE 登録しちゃうと、頻繁になんかお知らせとか来ちゃうんじゃないかななんていうふうに思う方、大丈夫でございます。一切そういうものは配信しておりませんので、お客様のとの個々のやり取り、個人個人でのやり取りでしか LINE は使ってませんから、お気軽に登録してですね、こんなん買いましたなんていう風な感じで、着る前洗いできますかなんていう風に問い合わせしていただければ、動画で見たのと同じなんですとか、動画で見たのと似てるんですなんていう風なことであればね、同じように綺麗になる可能性は大いにあるんじゃないかなと思いますので、お気軽にご相談してみてください。パタゴニアのダスパーカーでございました。ありがとうございます。